どうも、秘密結社ふいがめ総帥ハッチでございます。今回はまたね、競馬ニュースネタ、これもね、ちょっと一周ちょっと遅れてしまったんだけども、アーモンドアイ史上初の G1 発勝馬2と、このネタについてちょっと調べてみましたという話ですね。まあ、ちなみにですね、アーモンドアイは、史上7頭目の G17 勝馬だったわけですよね。で、これでちょっと調べてみると、まあ、G16 勝馬の中にね、ブエナビスタっていう馬がいるんですけど、これあの G1 で膠着2回していて、2着膠着が1回、1着膠着が1回、まあ、だから G1 で1位入選したことが、 G1 で先頭でゴールしたことは7回ある、1回失敗してるんですね。まあ、そしてですね、 G17 勝馬たちの G18 勝目の壁への挑戦というのをね、全部調べてみました。まあ、そうするとまずこんな感じになります。初の G17 勝馬、シンボリルドルフは G17 勝を達成した後、アメリカ遠征したんですね。サンルイレイステークス、降格してしまいましたが、当時はアメリカの G1、これを6着。まあ、海外挑戦という意味も含めて失敗に終わったと。まあ、当時の風潮というかね、当時のレベル感からすると、まあ、海外へ挑戦するというね、あの日本馬がこれまで結果を出していなかったことを挑戦した王者としてのまあ責任みたいなところがありました。まあ、そしてTM オペラ王なんですが、 G17 勝を達成した後、なんとね、これこのまま一番多いです。なんと4回も挑戦したんですね。宝塚記念では名勝怒涛の2着、まあ、名勝怒涛と6回の G1 ワンツーを繰り返してきたわけなんですけども、まあ、全て内枠の馬が勝つという勝負で、最後だけTM オペラ王が外を引いて負けるというレースでした。で、天皇賞秋では再び名勝怒涛を抑え込んだものの、外からアグネスデジタルに刺されて2着、まあ、その後ジャパンカップ有馬記念と勝てずに4回の挑戦、まあ、ここまでで5回挑戦ですね。まあ、そして、ディープインパクトは引退レースで勝って G17 勝達成。ウォッカはドバイに渡ってですね、ドバイの G3 を勝った後ワールドカップに登録、ストップを1つ使ってドバイへワールドカップに挑んだものの、直前に大雨が降って馬場状態が急激に悪化したためにスクラッチ、出走取り消しとなっております。まあ、そしてジェンティルドンナは引退、北サンブラックは引退と、まあ、つまりあのそれぞれ引退レースの有馬記念を勝って G17 勝達成ですので、まあ、ここまででですね、G1 に、5回挑戦、1回出走取り消しという記録の中で、まあ、アーモンドアイ安田記念2着の後天皇賞制覇なんで、7勝目の壁、7回目の挑戦プラス出走取り消し1回で G1、G1 発勝達成、7勝の壁を突破と、7回プラス1で、まあ何頭目の G1 7勝馬だったかみたいなことで言っても、7頭目の G1 7勝馬プラス1ということになるわけですよね。これかプラス1ということで、ブエナビスタの、まあ、膠着1回を含めてプラス1、7プラス1で8勝達成というのがですね、7回目の挑戦プラス1、そして7投目の挑戦プラス1で G17 勝の壁突破というのが今回の G18 勝目ということになるわけです。なんかね、あの不思議な数字遊びができたなということで、まあ、こういう小ネタをやっていかなきゃいけないなと思ってですね、まあアーカイブしておこうということですよね。まあこういうネタを残しておいて、まあ一周遅れましたけどね、これ何年後かに見返す分にはそんなに気にならなくなると思うんで、まあ競馬ニュースをね、こうやってやっていく回を作ったんで、まあ残しておこうということでやっております。まあみんな後で見てください。以上、ハッチーでした。